どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、amazon の買い物で D ポイントがね、貯まるようになりましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、久しぶりね、いい話ということでえ、amazon でね、お買い物をしていただくと、amazon ポイントが貯まりますよね。まあ、これに加えて、今回ね、D ポイントもね、貯まるようになりましたということで、 これはね、非常にいいですよね。D ポイントといえばですね、こちらね、JAL マイルに交換することができるっていうふうになりますんで、まあ、D ポイントだったらね、その1ポイント1円でね、利用することができますけれども、JAL マイルにはですね、50%からキャンペーンだとね、5.5%、まあ、最近5.5%とかなんですけどね、まあこういった感じでですね、 d ポイントからジャルマイルにね、交換することができるっていう風になりますんで、まあ、間接的ではありますけども、Amazon のお買い物でね、ジャルマイルがさらにね、お得に貯めれるようになりましたということで、 今回の動画ではこちらのね、どういった感じで溜まっていくのか、またね、連携の仕方とかですね、解説やっていきたいなと思いますので、amazon でね、よく利用される方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということでこちらね、D ポイントのね、サイトなんですけども、D ポイントクラブでお待たせしました。D ポイントが amazon で溜まる、使えるということで、発表はね、出ております。こちらね、amazon で D ポイントが溜まりますし、使えるっていう風になるんですよね。で、amazon にはですね、amazon、Point 溜まったりしますよね。 こちら、アマゾンポイントも貯まるし、D ポイントも貯まるということで、こちらね、両方ともね、溜まってしまうっていう風になるんですよね。で、またね、私の動画見てる方はね、ドコモユーザーってそんなにいるのかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ今回ね、アマゾンと D ポイントが連携すると貯まる使える。さらに、ドコモユーザーであれば、ドコモからアマゾンプライム加入するとね、還元ね、もらえたりいたしますので、結構お得なのではないかと思います。で、まずですね、アカウントの連携で D ポイントが貯まる使えるということで、 アマゾンのお買い物で、d ポイントがね貯ままるようになりますで細かくね、どういった感じで貯まるのかっていう話なんですけども、アマゾンで1決済で5000以上のお買い物をしていただくと1%分の D ポイントがね、貯まります。ですので、5000円以上のお買い物ということで、こちらね、一度に5000円、まあカートがね、書いてあると思いますんで、カートの中のね、品物が5000円以上のね、決済で1%分のね、ポイントが貯まるっていう風になりますんで、4999円だとえ、一切貯まる 割らないわけなんですけども。 5000円以上でね、1回の決済でしていただければですね、1%のね、D ポイントが貯まるっていう風になりますんで、5000円で1%っていう風になりますんで、こちらでね、50ポイント貯まっていきます。で、1決済あたりの新定上限は100ポイントっていう風になりますので、まあ、5000円で50ポイントですよね。ですので、1万円で100ポイントっていう風になりますんで、1万円で上限っていう風になります。ですので、今後ね、1万円以上利用する場合であっても、まあ、できるだけね、1万円に近い えー、ところで食いっていただくと、まあ、1決済あたりね、100ポイント D ポイント取れるっていう風になりますんで、こちらはね、非常にいいですよね。まとめ買いがね、あの、5000円以上っていう風になりますんで、結構ね、まとめて買う必要はあるかもしれないんですけども、これでね、1%貯まっていくっていう風になりますんで、まとめてね、5000円以上、えー、購入ね、していただければなと。 思います。もちろんね、アマゾンプライムの回避とか、えー、電子書籍など、えー、一部の D ポイント申請対象外となる商品サービスがありますということで、こちらね、ちょっと後で見ていきたいなとは思うんですけれども、全部が全部ね、あの、ポイント付与対象ではございませんので、この点ご注意ください。で、またですね、今回ね、 ポイントを貯めることもできるんですけども、使うこともできるということで、D ポイントご利用当たった一部決済手段の制限があります。D ポイントを利用した場合、D ポイントの残高が差し引かれる商品は、該当商品の出荷準備完了以降となりますということで、こちらね、あの、購入するときにですね、D ポイントが残高がね、差し引かれずにですね、該当商品が出荷準備完了以降にね、引き落とされるっていう風になりますんで、 こちらね、何個か買い物した時にですね、D ポイント減ってないみたいな感じに、ね、なり得ると思いますので、この点ね。 出荷準備完了以降にね、D ポイントが差し引かれるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。で、今すぐアカウント連携するということで、後でね、ちょっとやりたいなと思うんですけども、ちょっとね、えー、解説をね、先にさせていただきます。で、下の方にね、行っていただくと、ドコモユーザーなら Amazon ブライムの登録で D ポイント、えー、期間用途限定ポイントを毎月120ポイント還元ということで、本特典はドコモ回線契約者お持ちの方が対象ですということで、こ こちらね、ドコモユーザーの方であれば、アマゾンプライムね登録していただくと D ポイントをね、毎月120ポイントで、ね、らえちゃうっていう風になりますんで、こちらはね、いいですよね。さらにね、初めてアマゾンプライムを登録される方は、アマゾンプライムの月会費相当600円を3ヶ月割引でね、利用することができるっていう風になりますんで、まあドコモユーザーの方はですね、こちらからね、利用していただくのはね、かなりいいのではないのかなと、 思います。で、さらにさらに、ドコモで Amazon プライムに登録すると D 払いのお買い物がもっとおくとにということで、まあアカウントを連携するとですね、先ほど言った通りですね、1決済5000円以上で1%貯まりますよね。さらにね、条件を満たすと D 払いの還元率がアップということで、D 払いを支払いいただければ0.5%還元。ト還元。アマホとかね、利用されている方で、どこまで Amazon プライム登録していただく方は、さらに1%、60歳以上の方であれば、さらにね、1%ね、もらえたりいたしますので、最大3 3.5%還元でね、利用することができるっていうふうになりますんで、これね、非常にお得ですよね。まあ、このね、あの、追加でされるね、ポイントとかはですね、期間用途限定ポイントなので、ここら辺はね、JAL マイルとかにね、交換したりはすることできないんですけども、まあ、このね、どこも使われている方に関しては、Amazon プライムね、こちらから登録していただくとね、非常にお得に利用できるのではないかと思いますので、まあ、どこまでね、よく Amazon 利用するっていう方はですね、結構ね、いいのではないのかなぁと、 思います。で、今回のね、1決済5000円以上で1%還元の部分なんですけども、これね、詳しい部分が、このね、アマゾンのね、公式サイトに記載がありまして、 d ポイント不要条件ですね。有効な d アカウントと a Amazon のアカウントを連携されていること。一つの amazon アカウントに対して一つの d アカウントが登録することができます。amazon アカウントにクレジットカードを登録していること。お支払いにクレジットカードを利用する予定がなくても登録していただく必要がありますということで、この d ポイント獲得するはためにはですね、連携することと、またね、クレジットカードを登録していないともらうことができません。で、またね、一回の注文における 付与対象商品の、えー、ご注文総額が5000以上の場合にこの1%がね、もらえるっていう風になりますんで、このね、D ポイントをね、取っていきたいっていう方はこちらね、確実にチェックしてください。で、ポイント付与率ということで、1回の注文における付与対象商品の注文総額ですね。ですので、1つのね、商品で5000以上行く必要はないんですけども、まあ、いくつかの商品ですね、1回の注文で5000以上ね、行く必要が ございます。その1%の D ポイントが付与されます。1回の注文の付与上限は最大100ポイントですということで、1枚までのお買い物が付与のね、限度っていう風になります。で、D ポイントの付与のタイミングなんですけども、D ポイントは当該商品の商品が発送されたタイミングで付与されます。1回の注文で商品ごとに発送日が分かれる場合、すべての商品が発送されたタイミングで D ポイントが付与されますということで、 一つの商品だけはね、発送されただけではポイント付与されませんので、この点ご注意ください。d ポイントの残高は d ポイントクラブアプリまたは d ポイントクラブサイトで確認することができるっていうふうになります。で、d ポイントは付与されない場合ですね。先ほどもね、軽く触れましたけども、アマゾンモバイルサイト、スマートフォン以外の携帯電話用サイトからの注文、amazon.co.jp の 提携サイトからの注文、デジタルコンテンツの購入、プライムカイン、キンドル、アマゾンミュージック、アマゾンビデオ回避、ギフト、 ギフトカードを切って仮想通貨、ゲーム、PC、ソフト、ダウンロード商品、アプリ内課金アイテムの購入、アマゾンフレッシュ、定期便、お得便の注文ということで、ギフトカードがね、入っている点がね、非常に重要ですよね。ですので、アマゾンギフト券の購入であったり、アップルギフトカードも多分確か売ってたと思いますけども、まあそういったね、ギフトカード系を購入しても、この D ポイントはね、もらうことができないっていうふうになりますんで、この点ね、ご注意いただければなと思います。 それでは次にですね、実際にアカウント連携をね、やっていきたいなと思います。今すぐアカウントを連携するということで、こちらね。 えー、クリックしていきます。で、移行するとね、こちら、えー、Amazon のサイトのね、D ポイント連携画面になりますんで、こちらでね、連携していただきます。で、下にね、書いてある通りですね、アカウントの連携ボタンをクリックしていただいて、D アカウントの情報を入れていただきます。いつものお支払いの設定ということで、設定しておくと D ポイントの残高がお支払い方法として自動選択されるので、お買い物がスムーズですということで、このいつものお支払い設定っていうのをね、していただくと、まあ、自動的にね、 お支払い方法として、この D ポイントがね、自動で選択されますので、もしね、嫌だよっていう方は、こちらね、外しておいた方がいいですね。ということで、アカウント連携ね、していきたいと思います。 で、移行するとですね、パートナーポイントプログラム管理ということで、今現在私はね、登録して、連携ねしておりませんので、登録済みのポイントプログラムということで、現在ポイントプログラムの登録はありませんが、出てきます。で、こちらで、新しいポイントプログラムを登録するをクリックいたします。そうするとね、ドコモのサイトに移行いたしますね。これでいいのかな次へ。 はい、そうするとですね、アカウントが連携されましたということで、無事ね、こちらで Amazon と D ポイントのアカウントの連携が完了いたしました。まあ私はね、この利用可能なパートナーポイントということで、今ね、16000円ポイントぐらいね、入っておりますんで、これがね、反映されております。で、いつものお買い物にポイントを利用するっていうのはね、今、 入っておりますよね、チェックがね。これが、えっと、自動的にね、選択されるっていう風になりますんで、これが嫌だよっていう方は、こちらね、設定を外しておきましょう。で、それでね、次へ進みます。 そうすると、パートナーポイントプログラム管理ということで、私の D ポイントがね、Amazon のアカウントに紐付けられたっていう感じですね。まあ、リクルートポイントもね、先日 Amazon でね、使えるようになりましたけども、私はね、あの、リクルートポイントね、今持っておりませんので、登録もしてないんですけども、こちらでね、えー、連携がね、完了になりました。それでは次にですね、実際ね、あの、どういった感じになるかね、見ていきたいなと思うんですけども、ちょっと私がね、買おうかどうかずっと迷ってるね、アンカーのコンセントがあるんですけども、こちらをね、カートに入れ 入れますで、カートに入れたらね、レジの方に進むわけなんですけども、こちらの画面ですよね。で、えっ、ー、と、この、私がね、今設定してるのはね、アメックスのクレジットカードになっているわけなんですけども、クレジットカードがね、登録されておりますので、利用することがね、D ポイント、こちらですね、入っておりますよね、D ポイントを利用するということで、こちらはね、 反映されております。私はね、いつもの設定にしておりませんので、最初からチェックが入ってないですよね。まあ、これをね、チェックを入れると、まあ、そのままね、D ポイントで支払うことができるわけなんですけども、設定しっぱなしにすると、ここはね、最初からこうなってるのではないかと思います。まあ、これでね、D ポイントね、いくら使うとかね、入れていただいて、支払いね、していただければ、こちらで D ポイントで、このね、Amazon でお買い物が楽しめちゃうっていうふうになりますんで、まあ、こういった感じでね、今後は利用することができるっていうふうになります。 皆さんね、とりあえず連携していただいて、クレジットカード登録してね、D ポイントはね、まあ利用することはね、別に、あの、基本的に私のね、ユーザーの方はね、あの D ポイント、amazon で使うっていうよりかは、マイルに交換したりとかですね、日光フロッキーとかでね、現金がする方がほとんどだと思いますので、まああんまり利用する方はね、いらっしゃらないかもしれないんですけども、一応ね、クレジットカードを登録、またね、連携しとかないと、えポイントをもらえないっていうふうになりますんで、連携ね、しといていただければなぁと思います。で、次にですね、よくある質問が Amazon の方に、えー、記載がありましていくつかね紹介していきたいなと思うんですけどもまずね D ポイントを使ったお支払いでも D ポイントが貯まりますかということでこちらですね D ポイントを使ったとしても、えー、ちゃんとねポイントがもらえるっていうふうに なりますで、注文時に含まれる対象商品の合計金額がえ還元対象ですということで、クーポンなどの割引とかはね、除かれるわけなんですけども、D ポイントを使ったお買い物でもえ D ポイントが貯まるっていう風になりますんで、こちらはね、非常にいいですよね。 で、次ですね。D ポイント残高は注文金額に満たない場合でも D ポイントをお支払いに使えますかということでこちらも利用することができます。このね、D ポイントの残高を上回る場合、残額はクレジットカードまたは Amazon ギフト、Amazon ポイントの支払いで利用することが可能ということでこちらもね、利用することができます。それでは次にですね、今回ね、この D ポイント Amazon がまあ提携を開始してですね、キャンペーンがね、打たれております。D ポイントが10万ポイント当たる。外れても漏れなく100ポイントもらえる ということでまあこちらね5000以上利用しなきゃいけないんですけれども100ポイントはね全プレでもらえるキャンペーンというふうになりますのでぜひね利用してください4月10日から5月31日までということででこのキャンペーンのね参加手順としては1でねキャンペーンエントリーしていただきますで2つ目ですね amazon 7アカウントを連携していただいて3つ目で amazon のお買い物で1決済5000以上のお買い物をねしていただきます d ポイントを50ポイント以上ね貯めていただきますそうするとねこちらで完了 っていう風になりますんで、これでね外れても確実にもらえるっていう風になりますんで、ぜひねこちら Amazon でお買い物予定ある方はですね利用ねしといていただければなぁと思います。はいということで、<laughs> はいこういった感じになるんですよね。まあ D ポイントはね今後 Amazon でね溜まっていくということで、まあ、D ポイントはですね JAL マイルね交換することもできますし、Amazon といえばですねやはりね。 アメックスのね、プロパカード、メンバーシップリワードプラスねえ、加入されている方に関しては、アマゾンね、100円で3ポイント貯まるんですよね。非常にいいですよね。 アメックスのゴールドプリファード、先日ね、新しく出たカードだけね、上限50万円ということで、ちょっとね、上限少なかったりするんですけども、まあ、それ以外のカードであれば、メンバーシップリワードプラスね、加入していただいて、このボーナスポイントプログラムね、無料で登録しておいていただければ、アマゾンでもね、100円で3ポイント、アメックスのリワードポイントっていう風になりますので、そのままね、ANA マイルにね、1ポイント、1マイルにね、交換することもできますし、まあ、JAL マイルね、アマゾンでね、JAL マイルが貯まるようになりましたので、まあ、JAL マイルに交換して、 いただくのはねちょっとね、レートが悪いので、あんまりおすすめはできないんですけども、一応ね、えー、マイルにもね、交換することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、アメックスのね、プロパカード保有されている方で、メンバーシップリワードプラスね、加入されている方はですね、こちらのクレジットカードでね、アマゾンでお買い物していただくので、ね、非常におすすめっていう風になりますんで、この点も一緒にね、覚えておいてください。 ということで、今回ですね、Amazon で D ポイントがね、貯められるようになりましたということで、えー、間接的ではございますけれどもね、Amazon での JAL イの還元率ね、上がったっていうふうになりますんで、先ほどね、アメキスのプロパカードね、紹介させていただきましたけども、まあ、こちらに限らずですね、クレジットカードで、 え、ジャルのクレジットカードでもね、まあ何でもいいんですけども、まあ基本的にですね、ジャルマイルがですね、0.5%還元にはなりますけども、amazon でね、貯めれるようになりましたということで、非常に朗報ですよね。ジャルマイルね、貯められている方はですね、amazon でね、購入していただくのね、いいのではないのかなと、 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画くに立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで PT 診断、マイル診断、マイルクレガ診断、ポイントセイト診断ね、やっておりますので、ぜひね、こちらから無料で利用することができますし、またね、4月1日からですね、 こちらの限定動画っていうのがですね、配信されておりますので、こちらね、あのカードがね、ポイントアップしておりますんで、非常におすすめです。ぜひね、時間のある時にチェックね、してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。